こんにちは、柴田です。今回は1959年製のメロディーメーカーをレビューいたします。クラックとかね、すごいんですよ。しかもね、このギターキースのポール・スタンレール直筆サインが入っているというですね、なんとも激レアなギターになっております。初年度のメロディーメーカーってこれ短いんですよ。本当にね、ミニギターという風な感じで、フレットが15、16、17、18、19フレット、本当にスチューデントモデルな感じですね。とはいえ、やはりですね、59年生材はね、もう当たり前に本マホ、そして指板は計らんだという風な高級仕様になっております。当時はね、これ当たり前だったんですもんね。で、61年にはこのメロディメーカーでダブルカットウェイになって、で、64年ぐらいにね、計らんだがね、使えなくなったんですよね。で、そっからはね、ローズになってると思うんですけど、まあいろいろと形を変えながら、今もね、ギブソンのメロディーメーカーというのはかなり人気のある機種になっております。じゃ早速ね、鳴らしていきましょう。ボディがね、硬いんですよ。なんかマホガニーって柔かいイメージあると思うんですけど、完全にカチッコチになっております。じゃまずクリーンでいきましょう。硬さが伝わってきますよね。うん、まあミニギターという風な感じなんですけれども、ネックはね、割としっかりしているんで、通常のギターとして違和感なく弾けますね。ちょっとオーバードライブかけてみましょうかね。ちょっとギャインってなるんで、トーンを少し絞ってます。割とね、12フレットまでは大丈夫なんですけど、それ以上にいくとね、結構きついですね。1個しかないんで、トーンでコントロールですね。ペグは3連になっております。3連のペグです。ヘッドも細いっすよね。なんかファズとかが合いそうな感じですね。ちょっとファズを、というか、なんかまあノリはいいっすね。ピックアップがね、1個しかないんで、まあ、さっきみたいにトーンで遊ぶとか、あと、まあ、ドライブもオーバードライブとファズとか、
分けながら鳴らしていくのがいいんじゃないですかね。まあ良くも悪くもね、非常にシンプルなんで、いろんなサウンドにね化けてくれるんじゃないかなと。まあこのクリーンはねみんな気に入るんじゃないかな。ほんと素直、木が鳴ってるなというですね。アタックが強いですしね。やっぱり木が鳴るとね、アタックがやっぱ強くなってきますね。そんな感じがします。で、忘れてはいけないポール・スタンレーのサイン入りというところで、ちょっと付加価値がね非常に上がってきているギターだと思います。千葉管楽器のショーケースにね飾られているので、試奏はね全然させていただけるので、気になる方は千葉管楽器行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。